久保さん、面白い結果が上がってきまして、まあ、このあ、さっきのね、動画ね、あのー、音声入ってなかったじゃないですか。僕気づかん、気づかなくて、個別動画も送ってたんですよ。で、それ送ったら、吉田さん、音声聞こえてないですけど、つって、すぐ連絡来たんですよ。まあ、これから何が言えるかっていうと、喋らない方が反応出るってことですね。え、何喋ってたんですかみたいなね。一生懸命喋ってね、 あの、人をね、行動させる、反応させるってことをやるわけじゃないですか。面白いなと思って。もはや一生懸命喋ってるけど聞こえない。何喋ってたんだみたいなね。<laughs> 何喋ってるんですかみたいな。そう。<laughs> すぐ反応来ましたよ。すごないですかこれって。うん。だからちょうどね、タイトル的にもね、あの、良かったかなっていう <laughs>。タイトルと音声なしっていう。こいつは何を言ってたんだと。 めちゃめちゃまあ後付けですけどいい動画だったかなと思いますね気になってしゃあないみたいなねだから、まあ、結局ねその何でもいいわけですよだってね何でも反応させないといけないわけじゃないですか商品売るにしてもクリックさせるとかね読ませるとか、ね、欲しくさせるとか一生懸命ねセールストークとかねあのなんか営業のクロージング方法とか勉強するわけなんですけど もはや何も音声なくて反応するっていうね <laughs> もちろんね音声がなかったら売れないかもしれないですけど何だったんですかって興味付けはできますよね興味付けはうんだからいろんな概念があって面白いなと思いますねうんだからまああのー、なんだろうなう自分でそれその答えをやっぱ体験していく答えを 他者に求めるんじゃなくて自分でその自分のアナリティクスを作っていくっていうことが大事かなと思いますね。うんはい、でまあ実際その何本か撮ってたんですけど全部音声入ってなくて結局撮り直したんですけどでもその僕は反応をもらってあこういうこともあるんだなっていうだからこれなんか逆になんかプロモーションで使えるなと思いましたけどね。 プロモーションで。例えば、これがよくやられてるのが、た、例えばね、都市伝説とかで、最後、その、興味付けてね、こう、ピーとか流すじゃないですか。っていうか、あれ、ピー流して音声消してんですよ。ピー流して。で、ここでなんか、モザイク上げて、ピーみたいな。で、興味付けしてるわけじゃないですか。で、本ちゃん、本ちゃん見てもらうとかね。やってませんテレビ番組も。ピーみたいな。で、ピーってなって CM 入るとかね。<laughs> 何言ってたんだみたいな。 だからまあひもくとだから今の理論をうまく活用するとそういうふうにできるってことですよね。うん。いってらっしゃい。